筋肉と関節。筋肉は縮むだけ。関節の両側に筋肉があるので交互に縮んで動ける。収縮と弛緩。この筋肉の縮む働きを生み出しているのがサルコメアという筋肉の最小単位。これがたくさん連結することで筋肉ができている。サルコメア1個、重り3個は動かせるけど、重り6個は苦しい。サルコメア2個並列、6個でも動かせる。並列に増やすと力が増える。サルコメア2個直列の場合、重り6個は苦しい。直列ではサルコメア一つ一つに全部の力がかかるので力は増えない。その代わり動く距離は長くなる。筋肉が2倍大きい場合、並列数は4倍、直列数は2倍、重量は8倍。8倍の重量に対して4倍の力しかない。4倍大きいやつを作るのは大変なので、これ1個ずつをサルコメアってことにする。筋肉が4倍大きい場合、並列数は16倍、直列数は4倍、重量は64倍。64倍の重量に対して16倍の力しかない。重量は3乗、断面積は2乗に比例なので、大きいほど筋力は自重に対して弱くなる。ここからおまけ。実際のサルコメアの形はこっちの方が近い。サルコメアの中には収縮装置がたくさん入っている。収縮装置はアクチンとミオシンでできている。拡大するとこんな感じ。アクチンとミオシン自体は縮まないけど全体は縮む。もうちょっと細かく見るとミオシン頭部という分子モーターがアクチンを引き寄せる。この部分をもっと詳しく見るとミオシン頭部は歩くような感じでアクチンを引っ張る。今度はこれをサルコメアということにする。サルコメアが直列に並んでいるのが筋原線維。筋原線維を複数含んでいるのが筋線維。複数の筋線維が束ねられているのが筋束。複数の筋束が集まっているのが筋肉。前回の補足。レゴブロックは構造物の原子、分子に相当するものとして使っている。実際の世界では橋や建物が大きくなってもそれを構成する原子自体は大きくならない。
同様にレゴモデルでも基本ブロック、凹凸のサイズは変えずに構造全体を大きくしている。